はい、アンドロラジオネーム、サエコさんから頂きました。ありがとうございます。私は学生で、一人暮らしをしているのですが、なかなかしっかりと自炊をすることができません。外食やお惣菜を買ってしまうことも多く、無駄にお金をかけてしまっているような気がします。料理が嫌いというわけではなく、面倒くささが勝ってしまっているのかなと思うのですが、どうすればちゃんと自炊できるようになるでしょうか？これはでも分かる人いっぱいいるんじゃないですかね。そうだな。もう気持ちの問題と思っちゃうからな。でも学生さんか。規則正しい生活してると、でも自炊はすげえしやすいなって思うんですそうよですね。ね。お仕事してるとそうななんかです、そうなかなんで大す。変ですよね。忙今しい結と。局夜の収録が終わって、家帰るのがもう8時9時とかになると、そっから料理作るってなると、飯が結局10時とかになっちゃうから、あーともうか。今すぐ食べたいみたいになっちゃいますもん。そっか。なあ、まあ、どうしたらですね。僕は案の一つとしては、多めに作って、それをいわゆる冷凍しておく。で、今何でも、確かに。パッチに入れて、冷凍しておけば、何でも、大体のものは、冷凍すると、なかなか持たない食材もあるんですけど、持ちやすい食材とか、カレーとかも冷凍できますからそうね。ですね。なので、僕は冷凍して蓄えておけば、まあ、料理できないときはそれを使って、料理できるときはやるようにするそうかですね。何日かな。に分けて、こうやって食事の内容も変えられますね。カレーだけでも。そうですね。ます？私は、一週間の献立とかをもうあらかじめ作っちゃったりとかするのいいかなって思います女子ね。力だね、なんか。女子力ですね。献立作っとけば、もう今日はもう強制的になんか、なんかいろいろ、まず献立がめんどくさいじゃないです確かか。に何作ろうから始まるとね。それさえ出てしまえばシャシャシャってできるんじゃないかなと。私は結構料理するんですけど、一人分作るってやっぱり大変難なんですしいですよ。ね。しかも野菜とか結構お値段張ったりするので、そうなんですよね。いっそ作らない。諦める。諦める。なんかこう、一人分のなんかお惣菜とか買った方が安い時あるから、わかりもます。う諦すめごいる。わかる。素晴らしい解決策が出た。ということで、我々が考えた3つの解決策。1つはね、まあ、多めに作って、それぞれ小分けにして冷凍しておく。2つ目、1週間の献立、予定を作る。3つ目、作らない。諦める。まあ、いい解決策ですよね。いや、全然正直、うまいことすれば、自炊じゃなくても安く済んだりもしますからね。気が向いた時すれば。じゃね、この中から、一番気に入ったもの一つ選んで解決してください。3番おすすめ。続いて、ハンドルネーム、蒸しパンさんからいただきました。ありがとうございます。突然ですが、転校します。そこで、行った先、これ信長さんに振ってしまうと いやいや、僕にっていうか、大丈夫か、蒸しパンさん。 いいじゃないですドかギモを抜ければいいのか、その後仲良くなれる方がいいよ。もう馴染める方がいいのか、馴染めるセリフを考えてあげればいいんです。難しいなぁ。なんだろう。これはあれですよね。なんか先生に新しく転入してきた何々くんだ。みんなよろしく、じゃあ挨拶どうぞ、みたいなとこのやつですまあ、ね。流れで。ドギモを抜けるもん。ドギモ抜きたいっていうのは前提なんですね、これ。なんだろドギモを抜くセリフ。わあ、難しいな、これ。どうする、これ。じゃあ、自己紹介ですよね、始まって。じゃあ、なんか振ってもらっていいですか、じゃあ、先生から。みんな逃げろ！逃げてくれ！俺に近づくな！ここは、属性か。貴様ら、下船の者よ。我は、魔界の王子、グレートザ・ムシパンだ。これから、この我の器となっている人間が、なんだろうな。我の器になってる人間。
ないと礼儀正しい。高校2年生の自分には2歳下の妹がいるんですが、うん、もう3日も口を聞いてくれません。あら、おそらく妹の誕生日に一緒に買い物に行く約束をしていたのを忘れてバイトに行ってしまったことが原因だと思います。わ、早く謝って仲直りしたいのですが完全に避けられてます。どうすれば妹と仲直りできるでしょうか。そう、かわいい話じゃないですか。いい、仲いいからこんなやりとりがあるんですね。だってこんなね、なんか誕生日にバイト行ったからプーンなんてかわいい、やんない。普通の兄弟かわいい、恋人かって話ですよ。これだからリア充いいな、リア充って。じゃあどうなんだろう。これはでも女性に聞くのが一番じゃないですか、こういう時の対処法。うん、僕はまあ素直に謝ってお詫びするみたいなことだと思うんですけど。あ、思いつきましたよ。じゃあちょっとなんかこう玄関から出ていこうとする妹やってさ、どっち玄関から出てちょっとやってやる。もうお兄ちゃんなんか知らない。バン、どこ行くんだよ。俺がこの間約束すっぽかしちゃったのはさ、実はお前の誕生日プレゼント選んできたんだ。ほら受け取れよ。え、何これ何これ何これ、わさび。信じられないお兄ちゃん。お兄ちゃんなんて大嫌い。おかしいおかしい、方向性変わった、方向性変わった。これ完全に避けられるわ。違う、ダメだわ、これはめられました私今。よりダメだわ。まだです。ここでちゃんと妹の欲しがってたものをこうあげて、なんかこうね、バイト行ったんじゃなくてお前の誕生日プレゼント本当はこっそり選びに行ってたんだよみたいな、そういうのどうでしょうか。まあ、いいと思います。バレたら怖いですけどね。ああ、実はバイトだった。そうそうそう。あ、でも、いや、プレゼントね、渡すの絶対いいですよね。いい小芝居が。はめられましたけど。じゃあ、佐藤さんありますか。でもやっぱり強引に迫ってきてほしいです。何それ。なんかあの、完全に避けられてるじゃないですか。なので、もう強引に、もうガシみたいな。あ、ちょ待てよって。ちょ待てよ。俺は、お前は好きなんだ、みたいな。そういう、兄弟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 しか見えない。それぐらいの勢いで言ったらいいんじゃないですかね。なるほど。バイトが入ってたのにごめんって、うん。好きなのに変わりはない、うん。禁断の匂いがしてきた。後日ちゃんと。ね、はい。はい、そう、食べるんばいと思います、うん。はい、なので3つ出ました。うん、はい、1番は、謝る、素直に。うん、謝って、ね、まあ、なんかプレゼントあげたりとか、まあ、別のとこ行こうとか。うん、はい。はい。ですね、で、野水さんが、うん、こっそり買ってあった誕生日プレゼントをちゃんと渡す。うん。うん、はい。で、そして最後は、強引に迫る。ちょっと3を取ったらどうなるか見てみたい、ね、ものはありますね。どういう展開があるのか。妹が怖いさん、どうぞ選んでください。3番おすすめです。はい。というわけで、このコーナーでは、リスナーの皆さんからのお悩みをお待ちしております。我々が3つの解決策を弾き出します。以上、解決お悩み選択肢でした。ベレットアライブ。このコーナーはリスナーの皆さんが思わずデレッとしてしまったエピソードを紹介していくコーナーです。小さなデレエピソードから大きなデレエピソードまで、デレたものなら何でも OK。 それを紹介しつつ私たちがニヤニヤデレデレしていきます。うん、ちなみにイオリンは好きなデレッとしてしまうシチュエーションってありますか。デレッとしてしまうシチュエーション、はい、なんだろう、なんか頭ポンポンってされるとデレる。それはもう一般ですね。ね、なんか女子はされたいんじゃないかと思う。うん、勘違いする。うん、すぐ勘違いする。ドキッ、キュンとすぐドキッってなる。ただ、聞いてる男子リスナー、言っとくぞ。それはあくまで、好意のある人から、ポンとされた場合だ。それは大事だ。みんな気をつけよ。突然されたら、それはびっくりだよね。怖いですよね。みたいな。
なんで仲いい人とかからこう落ち込んでる時とかに大丈夫だよ、うん、ポンポンとかされたらいいなって話ですよ ね、うん、よしみんな覚えとけよはい、それでは皆さんがデレッとしてしまったエピソードを紹介していきます、うん、ハンドルネームカーピロロロロロンさんからいただきましたありがとうございますありがとうございます。僕は先日気になる彼女と急遽遊ぶことになりました。おお。それで当日緊張しながらも待ち合わせの駅で合流してスムーズに遊び終え、うん、帰りのホームで気になる彼女が急に近くまで来て耳元で楽しかったよまた今度遊ぼうね、うん、とボソッと言われた僕はとてもデレッとしました。いや、いい青春の1ページですね。なんか今イラッとしました。ほんとだ、森瀬さん、ほんとにイラッとアライブじゃないんででもなんかやだ、ちょっと恥ずかしい。これ何なんで耳元なんだろう。なんかこのコーナーすごい小悪魔率が高いんですよ。小悪魔だよね。小悪魔ですね。確かにこれを意識的にやるのは小悪魔ですね。なんか振り返って楽しかったよとかじゃなくて、なんか耳元に来てってどんだけエッチどんだけ。だってでもこれだって進展してないですもん。うん、別になんか最後だけボソって。でもなんかこうちょっと好意をもあるのかもって思っちゃうよね、男の子ね。思っちゃいますね。思うよ、思うよ。私も思うよ。私も思う。ね、男の子はバカだからすぐね。いやでも別にね、これ嫌いな人にはやんないと思う。そうね、そうですね。でも確かに。そう、いやだから頑張れ。うん、今後ともカーピロロロロロンさん、そう、彼女なかなかねやりたいかもしれないけどね、うまいことこうね手のひらの上で転がされながらこうね接近していけばいいんじゃないかな。はい、デートを重ねてください。続いて、うん、ハンドルネームよざくらさんからいただきました。ありがとうございます。ある日学校で結構モテている女子に突然、うん、自分の名札を取られて苗字取られちゃったねなんて言われて、その日中僕の名札をつけていました、うん、その日の終わりになんとハイタッチとともに返してくれました。僕は女の子とハイタッチなんて初めてだったのでデレッとしてしまいました。なんでなんでハイタッチ、なんか女子は肉食ですねみんな、うん、この男の子でも可愛いな、うん、若い気がする、すごく顔ね、うん、なんかそんな気がします。名札つけてた、絶対これもなんかドキッとするよ男の子。ねえ、なんかね、名字取られるってね。なんかない、結婚しちゃった俺みたいな。そう。絶対、おー。年頃の男が超ドキドキしちゃう。やだ、恥ずかしいこのコーナー。こんな手があるんだな。さあ、どっちもちょっと見習って、この子は。私も、名札取んなきゃ。名札つけてないけど、そもそも。おーよ、幸せな話じゃないですか。うん、いいな、頑張れ、ゆっくりゆっくり頑張れよ。うん、それで好きになったとか思わない方がいいぜはい、次の方、ハンドルネーム黒さんからいただきました。ありがとうございます。自分が思わずデレッとしたというか打たれてしまったのですが、こう、今から5年前、高校1年生でバイトの帰りに、まあ、自転車乗ってる最中に起きた出来事なのですが、自転車で走りながら当時好きだったアニメのオープニングを歌っていて、つい夢中になりすぎて横断歩道で止まっていた同級生、しかも同じクラスの子に聞かれてしまいました。どうごまかそうか焦って考えていたら、歌上手なんですね、私もその歌好きでつい口ずさむことがあるんです、そのもしよければカラオケに一緒に行きませんか。ズキューン、僕はそのまま5秒くらい固まってしまいました。その後カラオケに行ったり食事をしたり距離を縮め、無事今では遠距離恋愛ですが付き合っています。ありえない、嘘だ、漫画か。漫画ですね、え、すげー、嘘、本当に嘘だ、妄想じゃないんですか。え、すげー、これ本当なんか漫画だよね。漫画ですよ、嘘だ、嘘だ、少女漫画みたいですよね、うん、素敵すぎる。いや、なんだこれ、なんでなんで、なんでだろう。いや、だから多分たまたまその同級生の女の子が元からこの黒さんに好意は持ってて、で向こうもしかも知ってるアニメのオープニングだと思ってちょっと何しようかなと思って勇気を出したとこじゃないですか、向こうが。そっか、青春だな、多分。いいな、うん、学生の頃じゃないかな、発生するとしたら。いやだもん、いやだもん、いや、すげーな、もやもやしますね、このもやっとあらゆる。いや、いい、いいね、いい幸せな人で一回聞けました、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。というわけでこのコーナーではリスナーの皆さんからデレッとしてしまったエピソードをお待ちしています。以上、デレッとアライブでした。